はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ダイエットの初級者から中級者の方に見ていただきたい動画になります。内容なんですけども、ダイエットのために初級者から中級者の方はタンパク質をですねしっかり取れていないということでリバウンドをしてしまう原因になるんですけども、このリバウンドの原因を防ぐためにですね入れてほしいものがあります。これです。でーん、ゼリーとかに使うですね、まあ、ゼラチンになるんですけども、トレーニング上級者とかはプロテインを飲んだりしてるんで、タンパク質を意識してね摂取してると思うんですけども、初級者から中級者の方はあんまりプロテイン買うのもなーっていうためらいもあると思いますし、まあ、プロテイン飲んじゃうと太っちゃうんじゃないのかなーとかね、まあいろいろためらうことがね多いと思います。もちろんそのためらいがある中で行動を起こしてもやっぱりいいようにならないし続かないんですよね。でそこで、まあ、皆さんね、ダイエットしてる方、まあ主婦の方とかね、一人暮らしの方とか、まあ女性はね、料理をすると思うんですけども、その料理の際に、まあ、ゼラチンを入れてもらうことで、痩せやすくなります。これは画期的です。まあタートルも実際に、まあ料理好きなんで、何でもかんでも入れてます。まあその理由としてですね、ゼラチンっていうのは、だいたい売ってるやつが、まあ 5g ぐらいの小分けされてるやつなんですけども、5g 中 4.6g がタンパク質です。まあいわゆるほとんどタンパク質です。で、そこで、無味無臭なものなので、まあ、どの料理に入れてもね邪魔をしないっていうどころか、コラーゲン、まあ、いわゆるゼラチンってコラーゲンなんですけども、コラーゲンっていうのは料理に混ぜるとですね分解されてアミノ酸になるんですよね。でそのアミノ酸っていうのは、まあ、料理に深みを出す、味に深みを出してくれるんで、何に入れてもマジで美味しくなります。で簡単に料理にタンパク質をプラスアルファすることができます。これはね本当にとっておきです。まあ、肉がね、まあ、好きな人は肉食べてもいいんですけども、やっぱり肉食べても脂質でねカロリーオーバーする場合ありますし、やっぱりプロテインを飲んでも、まあ、プロテインにもねやっぱりカロリーがあるやつもあるんで、一般的に売ってるやつなんかは少しカロリーがあります。よく見てね買っている人はもちろん炭水化物が入ってないものもあるんで、そういったものはねコラーゲンみたいに、まあ、ゼラチンみたいにねまあいいと思うんですけども、間違って買っちゃうとやっぱり100、200カロリー取っちゃうんで、もちろんプロテインも太る原因になってしまいます。でそこでねやっぱりご飯っていうのは絶対食べると思うんで、そこにゼラチンを混ぜてもらう、このねゼラチン、これを1袋2袋混ぜるとですね、 5g 10g 混ぜるともろにタンパク質が 5g 10g 取れちゃいます。で料理をね美味しくもできるんで、例えばですけどお米にゼラチン1袋入れるとふっくらもちもち炊けますし、あとはチャーハンとかにね混ぜてもらうとパラパラになりやすいですし、あとは餃子とかハンバーグとかあの辺にも入れてもらうとすごいジューシーになります。マジで美味しくなる。まあ実際タートルもねパラパラしにくいチャーハン、まあ冷凍チャーハンとかはやっぱりフライパンでやったらベチャベチャってなっちゃうんで、まあ、ゼラチン少し入れたりしてパラパラっと仕上げたりします。でこのゼラチンはやっぱり料理にしっかり入れてもらうことで 5g 10g タンパク質取れるとですね、まあ、毎食取れるとやっぱり1日トータルしたら、まあ、15とかね30とかタンパク質量増やせれるんで、それだけでもかなりリバウンドを防げます。で初級者中級者の方がねもうやっちゃいがちなのが、食事を減らしてタンパク質量も減っちゃう、栄養が減っちゃう、これがまずね完全なリバウンドの原因です。カロリーを減らしても栄養を減らさないっていうのがダイエットのポイントになります。でカロリーの減らしすぎももちろん原因があるんですけども、そこでもやっぱりタンパク質しっかり意識しとけばある程度カロリーは取れてるんで、タンパク質も取れているんで、まあ、リバウンドをすごいねしにくくなります。まずリバウンドの原因がカロリーの減らしすぎとタンパク質量の不足、この2つがねめちゃめちゃ関係してます。もちろん野菜とかもありますけども、まあ、実際野菜とかね食べなくってもある程度運動してタンパク質取っとけば本当にリバウンドはね防げます。タンパク質量さえしっかり取って筋肉の減少、代謝の低下を防ぐことができればダイエットはうまくいきますんで、ぜひ料理に何でもゼラチン入れてください。まあ、ゼラチンを取りすぎてね悪いってことはないかもしれないんですけども、まああんまり10袋とか入れてもね逆に美味しくなくなるかもしれないんで、まあ1袋に2袋、まあ 5g 入りのやつをねそれぐらい料理に入れてもらって、タンパク質をうまく補充してもらえたらと思います。今日はダイエット初級者中級者の方がやっちゃいがちなタンパク質の摂取量の低下を防ぐためにね、何の料理にでもゼラチンを入れてくださいねっていう動画でした。今日もご視聴ありがとうございました。よかったらですね説明欄にブログのリンク貼ってますんで、ダイエットに関することに興味がある方はブログへ運んでみてもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。